皆さんおはようございます。ご紹介いただきました竹中平蔵です。今日はこういう形でスーパーシティのシンポジウム、コロナ問題の中このように熱心にお集まりいただきましたことにまず深く感謝申し上げます。そして今日お集まりの皆様方はこのスーパーシティに関して非常に高いご関心を持っていただいて、これまでもさまざまなご尽力をいただいていると思います。その上ででありますけれども、ぜひ今日こういうシンポジウムを開かせていただきたいというふうに私自身も強く思いましたのは、やはりこの時点でこのスーパーシティの原点をぜひ皆様方と共有をさせていただいて、そして1段2段3段高いところを目指したスーパーシティを実現したい、そのことをぜひ皆さんと一緒に議論したいという思いで、こういうシンポジウムを持たせていただきました。今原点というふうに申し上げたんですけれども、今日は私が申し上げたいことは実は北村大臣もほとんど全ておっしゃってくださったわけなんですけれども、実はこのスーパーシティというのは言うまでもありませんで、国家戦略特区の法律を改正して作られたものです。実はちょうど2ヶ月前にこの内閣北村大臣皆さんの尽力でこの法律が成立をいたしました。このスーパーシティのですね、その書くことを初めて私例の提供戦略を議論する未来投資会議で話をさせていただきましたのは一昨年の秋のことでありました。でちょうど私まさに、原点ということでよく覚えてるんですけども、その提案をさせていただいたその日の夜にですね、当時の特区担当大臣であった片山さつき大臣から電話がありまして、竹中さん面白いことになってるよと、スーパーシティという案がですね、実は今官房長官に呼ばれたんだけども、官房長官のことで泉補佐官や私も呼ばれて議論していて大変盛り上がっていると、これぜひやりましょう、そういうところから実はこのスーパーシティが動き始めました。でそして、これです、安倍総理も大変ご尽力をいただいて、去年の最初の段階で実は閣議決定までされまして、そして法案も提出をされました。しかしいろんな事情で、国会の事情でこの法律が実は国会でなかなか承認されなくて、そして今年のちょうど今の5月のせいだと27日でしたから、ちょうど2ヶ月前に、その前で皆さんのご尽力でこの法案が成立したということに至ったわけであります。で、このそもそも、私たちはこういうことでやるべきだというふうに申し上げた直接の原点はですね、これもちょうど2年ぐらい前ですけれども、私が、アリババ、中国のアリババの本社があります繁盛市、上海から車で3時間ぐらい行ったところにある、日本でいうと広州ですけども、クイという地の広州、そこを訪れた時に始まります。そこで見たものが大変強烈で、アリババの本社ですから、それはいろんな新しいことをやっているということは想像していたわけでありますけれども、広州市の当局と完全にアリババが一体になって、そして、主要道路のですね、道路を走っている自動車のですね、量をリアルタイムのビッグデータとして全てこれはセンサーやカメラで把握しております。それをですね、もう大きなパネルのですね、アリババの本社のこう地面にパーッと掲げてるわけですね。で今ここでそのリアルタイムのビッグデータ、車の列に人工知能を使って交通信号の最適化を行ってますということであります。そうすることによってここの青信号を少し長くして、ここの赤信号をちょっと短くすれば混雑率を最小にミニマイズすることができる、人工知能はそういう計算をする。結果的にこの市の大変車が混雑する街ですけれども、この市の平均混雑率が 20% 下がりました。そして極めつけは救急車が出動してから到達するまでの平均時間がちょうど半分になりました。大変衝撃的だったのは、要するに今やビッグデータと人工知能を使って都市空間のマネジメント全体をここでは行っているということでありました。でこのビッグデータと人工知能
そういったものを新しいものを使って、要するにまさに第4次産業革命をこう実現した、まあ、未来都市を着々と作りつつある。中国はさらにですね、これは習近平のレガシーとすべく、北京から100キロぐらいのところにある雄安という町にも完璧にここは知られている地域をですね、近未来都市を、作ろうとしている。気がついてみると多くの国でそういうプロジェクトがですね、形は若干違うけれども進んでいるということに気がついたわけであります。まあ、実はしかし中国と日本と、まあ、非常に大きな差があります。それは日本はとにかくきちっとした民主主義の国でありますから、データをどこまで使ってよいのか、そういうルールをきちっと守らなければいけません。そして何よりもきちっとしたいくつかの法律があって、その法律に違反することはできません。これをしかし突破しないとですね、本当に世界の大きな今の流れから日本は大きく違った方向に行ってしまうのではないのか、そういう懸念を持って、そのスーパーシティという言葉を使わせていただいたんですけれども、まあ、結局、まあ、概念としてはスーパースマートシティということだと思うのですが、今第2の話にもありましたけども、しかしこれはスマートシティ、今皆さんがスマートシティにも取り組んでおられると思いますが、スマートシティとは違うものであるということをぜひご認識をいただかなければいけないのだと思います。イメージとしては、例えばやはり一番重要なのは住民の合意に基づいて大胆な規制改革を行って物事を前に進める。テクノロジーの問題は後からまさに日本の第一人者であられる坂村先生から話があるというふうに思いますけれども、テクノロジーがあってもそれが実際に社会に定着するまでには大きな制約があります。インベンションとイノベーションは違う。インベンション、技術的に可能なことになることと、それが社会に定着して社会を進歩させるイノベーションになる、その間にはかなりの距離があります。例えば自動運転、自動走行、これは実センサーと人工知能を組み合わせて、ドライバー不足を補う、加速でも車が移動手段が大変重要な手段として、第二次産業革命の成果として自動運転、自動走行が期待されておりますけれども、日本には道路交通法があり、これはこれで重要な法律かもしれません。したがって車が道を走るときは人間が運転しなければいけないというルールになっている。だからなかなか実験ができない。実験ができないから技術が定着して完成したものにはならない。まあ、そういうことがですね、実は私たちの周りには随分あるわけです。今皆さん、多くの方々は遠隔で在宅勤務をしておられるというふうに思いますけれども、本当にそういうことであれば、私はこう在宅勤務、遠隔地勤務が定着すれば地方創生の重要な柱の一つになると思っておりますが、しかし今の労働の枠組みでは基本的には私たちの賃金は労働時間で計られて給与されるということになっております。そうすると時間管理ができない遠隔地の在宅の勤務というのは本当はですね、定着できなかなかしないというふうに考えられるわけです。で、時間で評価するのではなくて、これを成果、アウトカムで評価するというような枠組みにすれば、遠隔のものはもっともっと定着するのだと思います。遠隔の教育、そして遠隔の診療、遠隔診療についても今回いろんな議論がなされていることを皆さん承知だと思いますが、そういうことは今技術的にはできるはずだし、特にいくつかの地域にとってはものすごく大きなメリットがあるんだけれども、しかし法律の壁がある。そしてそれを行うにあたってはやはり住民の合意がいる。大胆な規制改革、そして決して、例えば自動走行一つ、スマートグリッド一つではなくて、総合的にコンプリヘンシブに未来の生活を先取りしたような街にする。そして大胆な規制改革が決して実験ではなくて実装である、まあ、そのことがですね、大変重要なポイントになってくるのだと思います。さあ、そこで改めてですけれども、重要になってくるのは、皆様方プランをされる方の大変大胆な発想、大胆な発想でやっていただきたいというのが今日一番この原点として申し上げたいことであります。
皆さんの中でいろんなプランを立てておられて、事務局にいろいろ相談をしていただいていると思いますが、私は今の時点ではその一部しか存じ上げておりませんけれども、これはスマートシティとほとんど変わらないんじゃないんだろうかと、スーパーシティとはとても言えないんじゃないんだろうかと、こういう案だとですね、ひょっとしたらスーパーシティとして我々が認定できるところは下手をするとゼロになるのではないだろうか、ちょっとそのぐらいの危機感を持ってですね、皆さんにですね、強く今日はいろんなことをこう議論していただきたいというわけであります。そのためにはやはりもう一つ言いますけど、やはりリーダーシップが必要です。そのリーダーシップはいろんなリーダーシップが必要ですけれども、なんといっても住民の合意を取らなければいけません。私こう身近なところでいると思うんですけども、宅配便がいつも私がいないときに来てですね、またその手続きをやり直さなきゃいけないわけですけども、宅配に来てくださる方にも申し訳ないな。でそうすると私が今家にいるかいないかということの情報が先方と共有できれば、かつこれが信頼できる形できっちりと守られれば、そうすると私が今家にいるかいないかという情報を私は宅配業者の方に使っていただいていいと思いますが、ちょっと非常に支えすぎる例かもしれませんけれども、そういうことに関してはやはり住民の合意がいるということだと思います。民主主義の国ですから住民合意は大変難しい。これ原則はやはり住民投票のようなものになるのかもしれませんが、ないしはそれに準ずるものになるのかというふうに思いますし、その点については選挙設計、これから事務局をゆっくりしっかりと話しながら作っていかなければいけないわけですが、ただ相当首長さんのリーダーシップがあります。そんな面倒くさいことをやるとまた次の選挙に関わるとか、やっぱりそういう事情はどうしても出てきますので、それを突破してでもですね、やり抜くんだという強いリーダーシップがあるということが大事だと思います。そしてそこに参加する企業にも強い企業のリーダーシップがいるのだと思います。この民間のリーダーシップ、そして、公的な部門、特に首長さんのリーダーシップ、この2つが組み合わさって、そして、それを支える方がいて、さらにはもう一つ、これやっぱり全体を見渡すですね、専門家がいて、その専門家が技術についてもよく理解しているし、同時に住民や議会とも話せるような巧みな能力がある、まさにそういうイメージを持って私たちはアーキテクト、このスーパーシティのアーキテクトと呼んでいますが、このアーキテクトに首長さんがしっかりとした権限を利用して、そして全体的に整合的な、非常に野心的な、先ほどのアリババ本社が存在する繁盛心のようなものを思い浮かべていただきたいんです。そういうような大きなプランをぜひ出していただきたい。そのいくつかの例は後で福間先生からご指摘あるというふうに私も期待をしておりますけれども、このぜひリーダーシップを、そして大胆な成果と、これをぜひですね、改めてその原点として確認をしていただきたいと思います。最後に実はあるですね、こういうことをプランしているですね、実業家のトップの方が言っておられたんですが、これはネバーエンディングストーリーでなければいけない。この街を作ったら終わりというのではなくて、ネバーエンディングストーリー、常に新しいものをどん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 組み込んでいって、どん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 進化していけるようなプロセスをその中に取り込んでいかなければいけないということなのかと思います。そのための技術的基盤をどうするかということも後でお話ししていただけるというふうに思いますけども、とまで、今日宮崎さんにお集まりいただいて、本当に、コロナの下でお集まりをいただいて、ぜひその原点を共有していただいて、リーダーシップ、大胆なというか、住民合意、アーキテクト、ネバーエンディングストーリー、そういうことを申し上げまして、次につなげたいと思います。ご清聴ありがとうございました。